のもあったんですかって。しんちゃんこんばんは。え、元気さん広島やったっけ。キャプテンマーベル鑑賞中。いいね、キャプテンマーベル。マジ自信多い。愛知がしんどさん。元気さんどこ住んでるんですか。広島やったん。広島。元気さんどの地震情報も教えてくれるから。ターボオーラー、しんちゃん金曜団。あらら大丈夫しんちゃん、金曜ダウン。お疲れ。もうでも明日休み。広島震度2。あ、震度2か。それでもね、気持ち悪いですよね、震度2ってね。この間大阪震度2ぐらいあって、お話し会の最中だったかな、なんか私めまいかと思って気持ち悪かったもん。愛媛で地震でってこと。やばない、なんでこんな多いん。なんかさ、南海トラフが来るって言われてるじゃん。それをがこうなんか何分散して、ちょっとずつこうほらバーンって来るんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつ来てる感じやったらさ、なんかそれやったらいいよ。結婚して玉ねぎさんありがとうありがとう。白玉さんお疲れ。久しぶりに大きく入れた。やだね元気さん。疲労の疲れと昨日のメンタル疲れと肉体疲れ。うわもう最悪。お疲れ。あ、でも明日公演なんや。なんか明日の公演でいっぱい元気になれたらいいね。本当に明日はウーカとお話し会。お、ゆうきめっちゃ楽しみですね。それはうーちゃん、うーちゃんによろしく言っててください。わたくんこんばんは。あ、そっか、東京コミコンマーベル公開するから、マーベルズ主役級が来るかもです。ありえるワンちゃん。南海トラフな、ピラフって、ピラフっていうの。嘘やろ。隊長カウントありがとうだよで、劇場で推し作ってくるわ。もう決まってるんじゃないの。気になる子、気になる子決まってるんちゃう。卒業生枠のえみちはずっとそのままでおってな。コージッチいらっしゃい。うまい、うまい。明日は楽しみな用事があるの。ポンポン、ルカに立つ声道誘うよ、よろしくお願いしますって言っとく。なんか恥ずかしいわ、それはそれで。そんだけ言って誘われへんかったらどうする。ポンポンですかって。真っ白になって忘れてなければ伝えますね。真っ白になってる確率 80% シンジさんこんばんは。こんばんは。三期生の推しは、お、推しは、お、ズバン作ってて出遅れた。もうそれはもう許すわ、全然許すわ。何ズバン。私の腹の中は真っ黒ですって。自分で言う人はそんな真っ黒じゃないはずよ。
自分で言えるだけのあれがあるから。なんで今日はリビングなんや。ちょっとね、キャリーバッグを片付けないとあかんという任務がありまして、ちょっと配信しながら片付けようかなと思ってる。東京から帰ってきたやつまださ途中なのよ。そろそろ片付けって言われて、ごめんなさい。でまた使うからさ、キャリーバッグまた使うしなーと思って。デニメッサーさんごきげんよう。喋らなくてもうーちゃんが喋ってくるのすごくありがたかったと使ってます。うーかおしゃべり上手やもんな。お話し会楽しそう。私の腸内は真っ暗です。なんか汚い。青色キャリーバッグ、あ、青色じゃないんだ、実は青色じゃないの。おっくんこんばんは。だから顔しゃがめれないんですよ。だからスタッフが回収しました。え、片付ける前に東京行きそうだぞって。そうなのよ。ルカスこんばんは。ミカさんもおしゃべり上手。ほんと？ミカさんもおしゃべり上手？まあでもしゃべれる方ではあるよね。一人でだっても毎日配信2時間しゃべれてるって言うたら、しゃべるの好きなんですねって言われることがよくあって、そうなんですよって言って。ミカさんも十分トークはうまいって。トークはって何ですか？トークはって何？ニャタルさん お疲れ様です。ですです。爪折れてるから爪ちょっとだけ切るな。爪折れててさ、割れてるって言うんですか、割れ折れてる、なんて言うんやろ、割れてる折れてる、どっちも割れ折れてる。私は本当ほとんど喋らないからな。確かに忠明さんあんまり喋んないね。ミカさんのトークポートはどんな感じですか？え、めっちゃ喋る私がね。誰もコメントしなくても話してる人なんですね。人ですね。や、あ、でもコメントしてくれた方がいい絶対。トラップおかえり。秘密のキャリーバッグって何リットル、え、何リットルやろこれ、わかんない。私キャリーバッグめっちゃ持ってるんです。ちなみにちっちゃいのから大きいのやら。おかえりなかった。ドラッピーおかえりなさい。ファンデミアップナイス、あ、そういうことか、ナイス。ドラッピーおかえりなさい。エミチーズおかえり、イエーイ、待ってたでドラッピー。ルカス、ルカスお花ナイス、ありがとうございます。たくうまい。漢字読めない時がある。もう漢字読めないのは許してください。もう何回もこれはね言うんですけどね、英語とスペイン語できるからもう許して。英語とスペイン語できるから許して。そうだ、明日11時半くらいに起こしてください。なんでなんでなんで、何があるんですか明日。ルカメンナーコーザバーラベアップからのお疲れスタンプナイス、ありがとうございます。私も無口です。おまかいな。でもお疲れ様です。ベラベラ話すね私は。確かに、そういうことでした。素敵。小さいの欲しいのでください。ダメ、私がめちゃくちゃ使ってるから、もうびっくりするぐらい使ってるから。キャリーバッグもこんなに使われると思ってないよぐらい使われてる。キャリーバッグってそんな使わんでしょ普段。みんなめっちゃ使ってるから私本当に。キャリーバッグ帰ってきて出してから次の用意してるもんね。あ、12時に買わないと。明日だ、そういうことね。明日トークポーク、トークポークって何、トークポート明日から予約開始なので、皆さん12時待機しておいてください。よろしくお願いします。収納するときマトリューシカ方式で収納してるのね。あのね、マトリューシカ方式で収納してるやつもあるみたいな感じ。ほんとね、足りない
無口です。ほんまに？だってエミが口実ってちゃんと喋ったことないもん。生で。生で喋ったことないよね。お待たせしました。待ってたでー。水村さん、だるまさん、あ、ルーカス、だるまさん、ハートありがとう。明日です。水村さん、だるまさん100です。せーの。だるまさんが転んだ。ありがとうございます。です。筋肉痛が筋トレ5時間するんじゃなかった。いや、私も今日やばい、筋肉痛絶対。キャリーケースに入る三脚を探している。ちゃんとしたやつ。何用ですか？何用の三脚？トークのポーク。トークポークは美味しいみんなです。みんなが豆腐ポークって言うから。釣られたんちゃう私。喋らない豚はただの豚だ。お、15分独占ですか？しちゃってよ、ずかさん。久しぶりにいっぱい喋ろう。舞台もどうやったとか言って。いっぱい喋りたいな。ちゃずまさん起きて。いや、本当にコウジさん喋ろうぜ。ゆけー。釣られてみて。トークポーク作ったの？トークポート。カメラ一眼レフ用の三脚。なるほどなるほどなるほど。めっちゃ折りたたみできるやつ。私のやつ折りたたみできるで。携帯用やけど。頑張ってこうなんかぐるぐるみたいなやつつけたら多分あの一眼レフもつけれると思うけど。直で話したい。舞台どうやった？直で喋ろ。舞台たくさんやったからいいの？喋らんの？喋りたいよな。喋らないのでメンバーから喋ってくれるのメンバーに行けないです。もう長くない。ああ、なるほどね。私結構自分から喋るよね。でもちゃんとなんかもし喋りたいことがあったらさ、私が勝手に喋ったらさ、その用意してたことを邪魔するのが嫌やから、一回聞いたりはする。なんか喋りたいことありましたって。いや特にって言われたらもうそれは私の無双モード入りますね。何でも喋りますので私結構。ゴーヤチャンプルーじゃないの？誰が喋る歌やねん。あ、ユッキーのことか。ユッキーのことを言ってたんか。天理論は14まで購入可能です。はい、天理論の配信用のチケットは14日まで購入可能です。14日まで買っていただいたら月末まで2週間見れます。よすんで、じゃあ帰って。ほな帰って。やったっけ、邪魔するんやったら帰って。や、なんかちょっと短縮されてた。パソコンの Wi-Fi が復活。お疲れ。25時間でたまです。ありがとう。まだある告知が気になります。そう、本当に今日告知あるって言ってたんですけど、あの大人の授業で明日になったので明日告知されると思います。あ、今朝買ってくれたん？ありがとうございます。ただいきさん、ありがとうございます。天理論インディアン、天理論インディアン、遠方で来れなかった方は特にね、配信用チケット売られてるんでよかったらぜひゲットしてください。いや、見てください。白玉さん、ありがとう。むちゃんも少し待ってくれて、喋らなかったら喋られかけてくれます。あ、そうなんや。同じや。じゃあさじおさん、帰省千秋楽です。やっとわかった？つかさん、やっと分かったか。春の神倒しはずやるねんで、わっしょいわっしょいわっしょいしょい。あのリズム取ってるところで、あ、それで分かったん？あ、そこを毎回見てたから。そこ
でわかんのすごい。例えば酔ってるな。酔ってないです。よいよいよい、ぼっちどうさんこんばんは。聞いてください、私今日の頑張りを聞く。なんかあのね、まず朝、ちょっと一瞬待って、一瞬待って、なんかジムに寄ってるな。いや覚えてるな隊長、さすが。あのね、昨日の飲んでないよ、水飲んだだけ。朝からキックボクシングに行って、そうで、ちょっと早い時間に行ったら、なんか全員でやるなんか今日のメニューみたいなのがあるんですよ。いつも私それ終わってから行くことが多いから、時間的に、そうだからいつもしないんやけど、プランクのメニューして、いっぱいプランクして、その前に一通りキックボクシングのメニューはしてて、もう 一段と体を動かしたわけよ。で、あの疲れたと思って家に帰って、んでそっから用意して、その前に配信してて、そういえば。で、あのセルフテープっていうね、キャスティング用のやつ、動画を撮らなあかんくって、スタジオ借りて、スタジオまで行って動画撮って、2時間ぐらいやって、一回帰ってご飯食べて、ダンス踊りに行って、でダンス1時間半かな踊って帰ってきた。めっちゃ疲れた。めっちゃ見てるやん、ずかさん。超ハードでしょ。そう、もう動い、めっちゃ動いた今日。そう、マジ疲れた。で、そのダンスのところでも腹筋メニューとな筋トレメニューみたいなやつあって、もうなんか筋トレバリした今日だから。普段プランクするときはします。うん、するときはします。なんか前とかもう毎日してたときもあったけど、今はあの毎日決まったメニューじゃなくて、なんか気づいたときになんかするみたいなのはしてて、そうだからプランクの日もあればそうじゃない日もあって、いろいろと筋トレ系やったり足踏みみたいなメニューしたりみたいな。家にいるときはね、自宅取るっていうのをやってるのはやってるけど、そして筋肉痛やろうな。ゆうさんこんばんは。ファンレップナイス、わたくもナイス、ありがとうございます。絶対明日筋肉痛だと思う。もうヘロヘロ今日。お風呂絶対浸からないとあかん。最近はこの時間はもうお風呂入ってさ、寝る準備してさ、配信してて、終わったら寝れるぞみたいな感じでさ配信してたんですけど、今日はまだお風呂入ってないから、お風呂入らないとダメですね、終わったら。そう、チョコラブ、チョコザップ、大阪に帰ってきたらね、チョコザップ行ってないあんまり。お願いします。あ、ゆしんちゃんは今日ストレッチできひんねや。え、いつ、なんでなん、元気さん、ストレッチ、ストレッチ、ストレス、ストレッチっていうの見ながらストレスって言ったらストレッチって言っちゃった。20分経過、これ全部言われる。みんなストレッチのタイムやでって、みんな、はい、ストレッチして、はい、よいしょ、伸びして伸び、伸びして伸びして、ストレッチして、硬すぎて無理です。
夜行バスの中でもストレッチはいるのでだけど夜行バスナウなんですか今。さっきちょうどストレッチやってました。お、本当ですか。なんか15分に1回ストレッチをするっていうのをやってて、大地さん遠征、ちょっとだけ片付けしますね。今から片付けをしますよ。よいしょ。さてあ、おやすみなさい白玉さん。もう今寝るんやったら絶対明日起きれませんサンジのリーダーの卒業ライブ明日か言ってたやつですね。いやー行くんですね明日。調布で信長の野望ですね。信長の野望私も行きたい。それが土日はやばいやつやな。どういうこと？なんで？洗い物して寝ます。だっておやすみ。洗い物大事。私も洗い物しな。ラゴットさんおやすみ。またねー。がよろしくない。あらららららら。あ、そうだ。ほんまや。明日天気よろしくないんやわ。言うてたわ、そういえば。時間寝ても多分起きない土日。あ、そういうこと。土日は寝すぎちゃう。まあでも土日は寝るもんですからね。寝るためのようなもんやもんね、もはやね。ですね。素敵。なんか音した。音ぐらいするわ。片付く。巨人が弱すぎの件。巨人弱いんですか。ちゃんこんばんは。ループしてない？え、ループ悪くて明日なんかどまったに白玉さん。月末の深いで卒業という響きは寂しいですよね。そらで、じゃあダニーメッサーさんだけだ。日曜日用があるの。私もさ、明日用事ある、ね。と同じ部分を繰り返し聞かされる。ループしてるね。ダニーメッサーさんのとこだけループしてるわ。なで気にしない。ほんまに今週いろいろ疲れた。ほんましんちゃんはマジでお疲れ様よ。本当に頑張った。土日も雨とかなんとか言ってたよ。あいつはダストって何。ミカの可愛さ無限ループ。いいこと言って。平日はループしてる気がする。え、ほんまですか。ピアノの先生に、しーちゃん泣きたい時は泣いてもいいんだよ。泣きたい時は泣いてもいい。そう、なんか誰か意地悪してる。もはや何か国書。そうなの。あ、育ちね、外枠見たですよ。さあさんは私の大丈夫ですよみたいな。
ミカ自体、あ、間違った、エミカ意地悪しやんといて。エミカが雨降らしたいと思う？雨女は誰や？あ、雨男もや。気象庁に文句言ってくる。気象庁は予想するだけや。女は私や。しんちゃんのせいか。次の舞台いつの？あ、そうや。逆にいつやと。さやかさんのアルバム発売でファンクラブ、なんかナイス、クリームありがとうございます。7月15日生まれの鹿児島のあの方や。やって近い観測してるだけだから、晴れを呼ぶ儀式を晴れ女らしい。勉強するか。何メッサさんだけ取り残されてる。コメント出て誰、何それ。大ちゃん天気の子を見て復習してみてください。あれ、そっか、あれ、あの予習もできる。予習復習、予習じゃないな、勉強できるようでもあるんか、あれは。おかえり。あ、ゆきりんさんね。そうですよ、不良ババで育ち外あるな。狙いですか。あ、こんばんは。ババア？何？ひっくり返してた。ベリーメッサーさん、かわいそう。コンサートは誕生日の2日後。なんです。あ、親友も誕生日7月13日。うわ、おない、占い？何年生まれたかじゃなくて、何月何日だけで計算するやつ。同じ運勢ですね。タムさん、こんばんは。あ、ユキさんの誕生日もお近いん？生誕さんはやるの？早めに告知できるように動きますね。ちょっと待って、7月15なら大阪行ける？なんで7月15限定なの？ナイス、お花ありがとう。約束してんでください。私に言わないで、みんなから事務所に言って。みんなから最終判断はね、1日違い。一瞬待っててもらっていい？そのまますぐ戻ってくるから、してやらわ。帰ってきたよ、みんな。何？3ヶ月前とかに呼ぼう。ユッキー事務所に圧力かけてきて。ターニングラウス、そんぐらい。じゃあみんな予定があったら来てください。むしろ予定が合わなくても合わせて来てください。誕生日ということで、12月過ぎひん？ 7月9はもうライブ決定。ライブの予定あるよ。ウーカさんのツアー、あ、ウーカの卒コンもう決定。もらわなかなに、ね、ありました。
や、私ソロコンするあれじゃないですよ。ヒューマンビートビートめっちゃ噛まる、噛むねんけど、ヒューマンビートボックスできますか。でき、8月、ああ12月に買う、それは大事ですね。確か、誰のゲスト出演ですか。ちなみに私は、がまあだから7月にイベントしたいよねっていうのはね、クライブは結構やるわ。待って待って、こんなんや、捨てよ、いやお前400日目やしやるしかない、やるしかない。 HK はすんのかい、いいよ、だからいいよ別に。え、何やったら別にええよ。ではそうやってだね。いやそりゃな、行きたいね、行きたい、江道の生誕さん行きたい、言ってくれてる方が嬉しいやん。だってだって絶対私のできひんって分かっててさ、早く告知しないといけないです。それはそ、私が決めることじゃないからって言って、私もしてたりとかさ、スケジュール調整動いてんのにさ、どうしようもないじゃないですか。で開けといてなーって言って、こうやってこびるのしんどいそう、私そういうタイプやからな。事務所判断、事務所しかも2個あるんだよ。それを全部私が間をこうやって全部ねさ、1個とかもあるし無理なんよね。てっぺん超えたぜ。8月13日誕生日の方がいらっしゃいましてあれ8月も結構た、7月、え、たす24日が1枠おなるほど、ゆうさんすごい大変なの。そうなのコピじゃ嘘ついてるんやろうなって分かるの嫌じゃないですか。逆にいいんですか、お金貯めて待っててねって言っといて、待っといてな、そうしよう逆、そうしよう、えー、言ってって言おう、じゃこれからそうしよう採用ユッキー、あ、ごめんなさい、あ、画面なくったコーヒー入れてきたね。まず 寝させていただいて、私が待ってます、いっぱい見ついてなーって。逆に開き直っててしようじゃん、その方がいい。私また7月生誕祭さんって言って、それぐらいの方がおもろい待ってる人おる、そう、あまっ、全然さ、カバン閉まらへんくっていろいろするぜ、こっち閉まったけど、これ閉まる？なんかさ、コンパクトに畳めるカバンなんですけど、コンパクトに畳めくれなくてもプレゼントあくれるよって私やっちゃな。ひげまじいさんこんばんは。ずかさんちょろい、メモメモ、テストに出るよ。ずかさんはちょろいと、メモメモ、ずずしくいけないじゃん。なかったっけ、なかったっけ、勘違いかな、でもそんな歌なかった。ジョロイ、チョロさんに誇りを持ってたら歌になると思ってるやろ。閉めるのになんかもありました、びっくりした。よくわかりました。そしてカメダ様だけですぜ、やってっだけ。気になる人はいっぱい、ビリビリビリ、
隊長。あ、マリアナ海溝でしょ。マリアナ海溝。骨折。ユーナ。いらっしゃい。これどんだけ私が。このまま置いとっていいかい。とりあえずこのまま置いとこうぜ。どうしよう。ぽいぽい、ええぽい、ぽいしょ。これでいいっしょ。とりあえず忘れることです。私が断捨離苦手やからダメなんやな、きっと。超苦手なんですよ。めっちゃ苦手。捨てれなくて持って置いといちゃうの。そうするからあかんっていうのも分かってはいるんだがね。できてない。優しい。言うのはなんか言われてんで、塚さん。今日もパシフィコ横浜でお仕事。お昼は隣の31階でした。え、めっちゃいいとこで。ごちょっと、どんな美味しいもの食べたんですか。こう残します。捨ててるのもあるんですけど、切れるやろ。銀シャリ好きです。めっちゃくれさん、やっほーい。とんでもなり、小賀なるみさんのすごいいたんですか。物を送りつけるなんてことだけじゃ。断捨離いそうやけど、その名前つけた人。ラーメン作ってないよ。ないよ。買いに行かなかの忘れてた。ああ、もう薬局開いていないよ。もうどうしよう。明日は絶対買ってくるよ。なんか、え、絶対忘れるやん。どうやってコンタクト洗うの。おバカ。え、僕イケメン言うて。コンタクト洗浄液。何を借る？借り取るん？昔の服？違うか。あ、しるちゃん起きた。ごめんよ。ね、急いでき。お風呂浸からないとね。今日はもう体ガチガチだからね。頑張ったから今日は。よいしょ。お風呂の線を確認してください。あ、これは違う。うん、今からお風呂だよ。またコンタクト洗浄液が別に。ごめん。え、止まってますか。止まってる。みんな炊き込みご飯食べたい。めっちゃ硬いね。なんか数分に1回なんか人が出てきて脱落者。そういうシステム。ブラッピーは焼酎止まってえ、ブラッピーは焼酎止まってる。なんで、ね、今日調子悪いんかな。やっぱおかしいね。やだね。止まってる人と止まってない人がいるのか。動いてたらまあいいや。え、画面内道めっちゃ動いてるで。怖い。画面内道は一個も動いてへんのよ。止まったりループしたりしています。えー、ほんと？みんなバラバラなのも何の症状。ループ止まり多いです。なんでか Wi-Fi に近い部屋でしかもやっ、何分ものの前の動画が急に前戻ってくるとか。え、ラジオはラジオですか。はラジオのまま。
もぐもぐ配信カフェのオープン席。まあ確かに。ちなみに俺は一個も止まってユッキー強すぎ、動画が動いてるし。さて、違った、動画じゃなくてちゃんとラジオてな気が。ユッキーの脳内再生やった落ちたらユッキーめっちゃおもろい。いただきました会話成立して送りつけて買ってきて帰ってきたよ。え、マジで、まで行動力さうそ、え、明日には届くってことマジですか、明日には届いちゃうってこと、激強なんだが全然話繋がってない。チーズケーキで乾杯といきましょう。うわ、あ、オッケー、元気さん、おやすみ、ありがとう来てくれて。行動しなくていい、簡単なお仕事やで、ね、マジでありがとう、ただゆきさん本当にありがとう。とっていいですね、そしてバンクの光リガ、あ、いいよね、そんなに炊き込みご飯の具材で一緒に言ったら届くんやないよ、やばいおやすみソロニエベさん、マジでゆっくり寝てください、本当にありがとう、ありがとうございました、おやすみ、良き夢を。いや、iPod北奥奥とは5時5時だ、次の食はこっちに貼ってきます。こっちは見る見る、すぐ見るね、こっちは。あ、送ったなんて、あ、ファルのストーリーに返事したらやっぱやっぱネズミー、ただゆきさん、よいしょ、持ってるんや、エアポッツプロマックス、エアポッツマ、よいしょよいしょ。さてエクスペリアの次の20万、え、エクスペリア、やばない、なんで、あ、シュレッダーです、あれジュースの音なの、ちょっと、ビタミン C、 なんでそんな高いの、きっとアクオスマックス頑張ろうやって、え、つけさんひょっとしてが、え、ほんまに頑張ってくれるん、A を言ってみる、を歌って楽しみにしてていいの、ワクワクドキドキ、あ、同じぐらいのキング、やっぱそう、1円、なんで、ナイス、ありがとうございます、キャンペーンにたまたま遭遇できた、
払わんでいいん、ほんまに何も払わんでいいん、ほんまに1円なん。いただきます。すごい全部取れるねって、おじい切ってる。最初の完了ありがとう、玉ねぎさん。キャリーは一応を綺麗にした。特分も減る。まないと。誕生日まで舞台はないはず。陰謀なのこっちゃ、天ぷらあげてる、天ぷらあげてない。なそうなる。生活エリア 5G になる。ああ、じゃなくても全然つながるしいいんじゃないって思ってる。変なラグあるショップに舞台あるんか。ないない。そんな誕生日までってん、誕生日以降。ルックスハートないの？なんか 5G やったら頭痛くない。陰謀説。今の 5G 本物の 5G ちゃうん？パスして5月から4夜おる時の 5G 早くならへんで、やってなんで 5G になるん？2分枠もさん、ユキファレブアップネスしていたってことですね。やっぱ陰謀説になるやん、そんな。ちょっと酸っぱい。5分バトル、おやったー。僕が 4G の流基地局からちょっと遠い 5G だし、 5G にかぶせた 5G 的な。白熊さんの言ってやってくれるな、大ちゃん。やべ、足もう筋肉痛や、どうして。なんかね、別にね、もうどっちでもいいからつながってって、かどっちでもいいからつながって、どっちでもいいから。どうも、50G 君。それな、 5G にならん、ね、ちょっと遠いね。25人で遊ぶね。でいいから、はい、ゴルフクラブずっと諦めてる。え、興味どうすんじゃせんわとか。確かにもう県外みたいな、全然つながらなくてびっくりした。あと今日行ったスタジオがなんか食べ物を食べるとブリーパーティーが始まる、よみたいな書かれててさ、けど一品じゃ済まない。日本人じゃない方が多分な、それゴキパイ笑った。 G は夏の季語ですからね。そうな、副都心線もつながらなかった。あと渋谷ダイソー 5G 入れるけどアンテナピクト1本なんで？テルシーだって、もう何でもいいです。誰もさん、ナイスありがとう。今日は今乗ってます。あ、そうなんですか。何線乗ったんですか。聞いていいのかな、これ。それでて 4G でも遅い。そうなん。美味しい。レモネード作った。でも NG の広場めっちゃ電波悪い。何それ。あ、11階ってあれか、10位フロアね。のくせに繋がらないあれなん。え、そっちの方が私も確かに嫌だ。繋がないとかなったらさ、あー近いしとか、あなんか多分だしとか、なんかえなんで電波全部めっちゃビンビン立ってらんのみたいな時がいっちゃイライラしちゃうね。5月6月は特報5分にして頑張るです。本当に言ってもさ、バレバレです。ありがとうございます。ノースゲートビル、あルクアイーレのビル、ノースゲートビルっていうんか。URL 道にしや。それはいいよ。あ、そう聞いたし。51長堀つむ鶴見力しっかり4本振るなら全然通知
通信せえへんのいい。普段私あんまいない。アンテナフルなのに繋がら。携帯の？昨日それやった？あんちゃん、ってなる。なんでやねんって。友達動いてるとかやったらもうやばい。なんて東西線いつ東西線多分やけど渋谷もそんな感じやった。地上地下に出るのに通信遅いのと同じ現象。誰も乗ってなくてもなんでその絵文字あるだけでなんかめちゃくちゃ可愛い。なんか違うと隣の子は動いてるわ。よくある。主に携帯変えようか。いや理屈や技術的に分かっててもイライラのもとやねんな。あれ繋がらんがいっちゃイライラするよね。最近めっちゃ思うよね。携帯忘れそう。もうなんか諦めつくしさ。そうで県外かみたいになるけどさ、遅いの。隣ソフトバンクで動いてるとどうしたのかもって信用が下がる。いやそういい。私なら au なら納得できる。私ずっと au あの前 au でずっと最近までやってたけど、アハモにしてドコモ回線になりまして、ドコモでございます。口ダメで格安つながってるとイライラする。格安なのにって。みんなのが今電波悪いって認識はしてるみたいかな。どこも？のたまってる言い方。どこもですか？ AU に名前変わる前どこもにとセルダー並べて、セルダーは呼び出しすらしなかった。どこも欲しいになんねん。どこも分かるようになった。携帯の話してて星出てきたら大体ドコモの話僕も通信悪くなってんの？スーカーってのもあったな。ドコモはねあかんの。カタカナやったらいける多分。大文字でもいける？絵文字なんかメールアドレスになるんかな？KDD いける。東京デジタルフォンっていうのもあった。名前ネーミングそのまま。そう小文字はなんかメールアドレスなんだっけ？ボーダフォンはね。海外でやってる。まだ日本はないけど海外はねある。コモはいけるね。ドコモがあかんね。ドコモいけるね。関西デジタル本もあったんですか？ジェイソンは知らない。あの試してんの？小文字ドコモがあかんねん。通貨ウーカみたいやね。通貨って書いたらウーカかなと思ったドコモ信じさ移動ブラックベリーは何？これ。ID4。うんかほん。
関西テレメッセージ使ってた。生地の種類ジェネレーションギャップというやつですか。これは全くわからん。初めて聞く。ねえ、ブラックベリーもキス？あれは？ハニー、なんだっけ？ハニー、忘れちゃった。ハニーなんちゃら、え、なんだっけ、ウィルコムのハニービー、ハニービーOS の種類、アステル。それがずっとカンテレメッセージ、カンテレメッセージ知らんのよ。みんなが言うてるのでだいぶ年齢がバレるんちゃうね、年齢がバレちゃう。ハニーマスタード美味しそう急にチキンの味みたいになってる。私の世代はウィルコム、ポケベル、 PHS、 あれもやな、ウィルコムも PHS。 私が高校生の時に流行った、私が子供の頃は糸電話でした私は、私もこじちー、おさっささん、お仕事終わり、お疲れ。35歳です。誰がや誰がや。日本電話、電信電話公社、ガラケーデコってた。ヘルコムになる前の会社が ADGE を提供してた。ダイヤル電話、 NTT やん。エッジ、これはエッジでいいんや。ガラケーデコってたし、ウィルコム、ガラケーのなんか後ろのモバイルバッテリーみたいなやつ、予備も持ってた。糸なし電話ですね今はもうみんな糸なし電話。動物電話知らないよ。ダイヤル回して手を止めた。NTT の前身が日本電信電話公社。へー、ポケベルが鳴らなくて、今はなんかもない。歌詞とか、君からの LINE の既読をみたいな、なんか通信着信音を自作する世代でした。自作とは、国竹まり。今週の日曜日は STU のメンバー、全メンバー出演のライブ。え、すごい、めっちゃ素敵ですね。ポケベルが鳴らなくて、秋元さんの作品、着メロとか今の子知らないだろうなって。あったわ、私ギリ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 あった今は日本電信電話株式会社、あ、株式会社に変わったんやへえ、面白い。知らない、和音入力する、すげえ。まあほとんど株式会社があってもね、うん、私は着メロとかあった、街歌とかもあった。あとは作成する本が落ちた、すごー、めっちゃおもろい。着メロ入力、タマさんほとんど同世代、イエーイ。タマちゃん、タマちゃん呼びにしようじゃ。タマちゃん、ほぼ同世代タマちゃん。
カメラの方映ったね。マサタカンパニーさんこんばんは。じゃあタムちゃんはわかるね、待ち歌とかウィルコムとか、そのガラケーデコってたし、あとガラケー後ろのなんかね充電器のカバーみたいな友達と交換して色違うくてみたいな、なんか仲良しアピールしてたし一緒でもアナログでもやって、イエーイ、みんなこうやってから知ってるのしてると思う。あとね今度中学校の時の仲良しやった同級生のお友達に会う約束してて、多分めっちゃその世代やからめちゃくちゃおもろいやろうなと思って、懐かしい話。そうバッテリーにプリクラ貼ったりね、そうそうそうやってたわ。ガラケーにおでこ作ってたの、もう意味わからんやんユッキー、それはさすがにちょっともうちょっといいボケあるやろ初めて使った携帯はカラーが売りでした。そうなんやあそうなんや、新六馬さん、はい、テレビ中衛星中継、一番最初の携帯アナログ、私一番最初の携帯はね、ボーダフォンで、ボーダフォンやって、そう。で、オレンジのパカパカの携帯やって、で、次は、何やったかな、ピンク、白かな。なんかね、なんか、あ、ちゃうわ。何回か変わって、あ、黄色や、黄色、次。1年に1回ペースぐらいで変えて、で途中からスライド式の携帯になって、スライドはあれやな、スライドの1個前が携帯パカッて開けてくるって回してパタンって閉めたら液晶だけになるやつ、わかるかな、パカッて開けてくるって回してもう1回パタンって閉められるやつやって、でスライド式になって、スライド式になった時はそのスライドしたら出てくる部分にプリクラ貼ってためっちゃ懐かしいな、ちっちゃい画面に撮ってたからかわいいやん、たまごっちやん、たまごっち。ジョグダイヤルって何？ P101 って何？101匹ワンちゃん？ガラケー懐かしいな、スライド式懐かしいよね。 J フォンだ、そう私 J フォンが最初や、ギリギリで J フォンの終わりぐらいで買ったの、小3ぐらいで買ってて、私2つ目からドコモ、デジタルムーバ P2 って何あった、タマちゃんまだパカパカしない時代、あ iPhone やん、液晶テレビ電話ついてた、初めて買った携帯の番号今でも継続してる、あそうなんや、え私もでも継続してるかもしれない、あなんかね小3で買って小5ぐらいで電話番号変えてから、そっから継続してるのかな。パカパカも何もないコートレスのコキみたいなやつ、やばジョグダイヤルはぐるぐる回すね、何それ、スライド式のガラケー使ってた時俺も出てくるとかにプリクラ貼ってたとかいうか晴らされてた彼女に、彼女さんにそんなんさせるの絶対女の子しかおらんから絶対彼女やろ。液晶はドットマトリックスで2段数字しかないです、何それ、今はガラホが目覚まし時計代わりになってます、今は目覚まし時計は iPhone のお休みモードのやつで、心地よく起きれるヘルツで起こしてくれるやつ、めっちゃおすすめ、マネージャーさんにもおすすめした、一緒にお泊りした時にこの間マネージャーさんのうちにこれ使ったことありますかって言って、寝る直前に教えて、起きれますかこれとか言って設定させてこれでやった。じゃあ携帯屋さんやってたからフォーマンです、携帯屋さんやってたんや、携帯で長期にかける時は040だった、何それ、JSH03 すげえ、当時の彼女だけど別れた後それ剥がす時心がキュッとなった、なんかすごいすごい、なんかかわいい、切ない
切ない。なんかみんなの話はあんまりよく分からへんことが多いけど、たまちゃんのやつだけなんか急にドラマみたいになってみんな懐かしいみたいな話でさ、なんかウェーとかって言って喋ってるけどさ、こういうのあったなあ、ああいうのあったなってなってるけど、たまちゃんのこの一文だけなんかドラマ始まった当時の彼女にプリクラ貼られて、それを別れて剥がすってなった時は心がギュッとしたな、かわいいおもろ、切ないですね、若いですね。なんかね、電話使う時アンテナ伸ばしてたのが懐かしい。アンテナ伸ばしてなんか上の方で踏んでんな、繋がらん時光るアンテナとかあったかも、知ってる。3代目の携帯まだ目覚ましとして現役稼働中。すごい、やっぱみんな目覚ましにしてんねや。誰か使ってないけどまだ使えるスマホちょうだい、目覚まし代わりにしたいiPhone でいいやん。 iPhone じゃないか、 Android。 自分の今の携帯じゃあかんの。090から始まる番号はもう古いってマジ。なんか古いっていうのなんか聞いたことはある、でもほんまかわからん。そうなの。年末年始はメール届かないから問い合わせしたりね。あそう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 、止まってるかなみたいな。プロフに使ってたデジタルムーバの画像にした。やばでか、電話のコキみたい。目覚まし時計買った方が安いよって言われてる。昔の携帯コキやん、コキ。090おじさん認定って聞くね。だってそうなんや。みんな090？私080。メールの問い合わせセンターみたいなやつって結局何やったんやろ、どこに問い合わせたのか分からへん確かに更新みたいなしてたんかな、言うたら今で言う目覚ましかつゲーム機。いやー継続ね、33年2ヶ月すごい、めっちゃ歴史。090090090080、マサタカンパニーさんは010どこやねんマサタカンパニーさんと隊長は2台持ってんのか。ヤンチクレさんも1台持って、2台持ちはじゃあ計算せえへんとしたら、ターボを、マサタカンパニーさん、ターボをがターボとマサタカンパニーさん以外がおじさん認定10年程度未使用の番号再利用されるから090発売されることあるよ。だってそうなんや。だから一概にはおじさんとは言われへんけど、おじさん率が高い。3回戦ある、初めは010って知らん。0120なんちゃんちゃんなんちゃんちゃんちゃん、おじさんですが言い方、私も080やわ。おじさんなんや090は。携帯契約するのに保証10万円取れ、よっぽ。なんだって、携帯持ってる人超リッチ。過去最近新しくしたやつ090。そうなん、だからもうシンジさんはシンジさんはあおじさんですね、じゃあ090あげますねってされたってこと。逆にエクスペリアが目覚まし代わりです。あーなくなってきて使ってへん番号は使っていくんやろな。逆にだから090は最近新しくなってきて逆に若いとか、090
0990って何？番号足らなくなったから010が0901になった。へえ、そうなんや。俺じゃない、友達なの。しんじさんの友達、おじさん。あ、国際電話。なるなる。ちわ、あいたかゆきさん、ちわ。電話番号星になるらしい。メールアドレスは同じ年やからな。じゃあおじさん認定で090を授けられた。毎月パケシしてました。え、パケシって何？パケシって何？パケホは分かる、パケシが分からん。やばい、私分からへん。どうしよう、同世代のはずやのに。パケシ何？パケホじゃないん？携帯にメールアドレスなんてなく、あれ、メールアドレスは星にならんねや。そこなんだが。いい？どういうこと？たまちゃんどういうこと？アドレスなんかなかった。くじこくんこんばんは。くじこくん。こんばんは。メールアドレス、ローマ字でもいけるね。メールなんか送れんかった。電話の呼気だもんね。みちえのファンレターは電車バトで送りますね。頼みます。届くかな、届くかな、電車バト。あれめっちゃむずない？届く確率低ない？ LINE の ID は表示されるわね。電話番号だけ欲しい。名前ディスプレイって番号出たってだけでお祭り騒ぎ。へえ、面白い。ビーズ松本年齢ってシリで聞いてみ。え、なんでなんですか。ヘイシリ、どういうこと？あ、反応がない。配信してるから。シャメとメールは J フォン。その時代シャメがもう死後なんよね。62歳やったようなからかな。あ、J フォンから始まった。俺の思いは電波で届いてるから何もしなくてもいい。言葉にしないとダメなんだぜ。私は肩からかけるショルダーフォン。あ、それはよく言うよね。電車バトは決まったルートしか行かない。ああ、そうなんだ。もう最初からしつけてみたいな。もはや電話を交換する機会って仕事以外にないよね。確かにない。あのペイペイ送るときに電話番号教えてっていうので最近よく聞く私。喋って久しぶりに聞いたってやっぱ使わんねや。前に配信の LINE の ID 書いてコメントした芸人って、どういうこと？やば。バケ放題がなくてちょっとネット見たりしたら膨大な金額と、うわやば、それは怖すぎ。ハンディフォンでした。へぇ。LINE ID 書いても3人しか来なかった。でも、J フォンの登録証。まあ、元に喋ってたの喋ってたからな。楽観しかなかった。確かに。通信料高かった。メール関係ないけど、社名会。確かに。ニカカからのラブレター。エミカって言いたかったん？使えば使うほど高くなる。化け放題使ってたな。そう考えたら今は安くなったわ、ほんまに。
海外でも同じ携帯使えるってすごい。確かに写真って意味で使われるけど、写真付きメールやもんね。メール要素ゼロやもんね。確かに確かに。あ、もうそろそろ1時なので終わりますよ。お風呂入ってきますよ。今日は夜更かしさんだわ今日は夜更かしさん。ミカか NTT ラブレター請求書。ミカかって読むの言うの NTT。 基本使用料が1000円超えるのに昔は万円行かないで行っちゃうわ、申し訳ないわ。寝させて。今日一日頑張ったからお風呂入ってくる。いや、皆さんありがとうございました。明日も朝起きてライブ行かなきゃ。これしんじさん楽しみな予定じゃないの。あれ次2万、契約してるだけでかかってたしな。やって高っ。慣れたらアメリカ携帯使える携帯を買って言ってた。携帯を使わずに行ってた、高校の時。ホームステイ先からお家に電話かけさせてもらって一回。うん、懐かしい。うん、口の子高っ。6億。一緒に入らんよき。クイボードでカナモードで NTT と打つとミカが。なるほどそういうことね。あ、マサタカンパニーさん絶対生誕イベントはすると思うので、よかったらまた来てください。ミカかやれ。ミカ多分7月にするよ。9時半出発ほよ。電話かかってくるだけで年会費やばいね。それ配信お疲れ様。またゆっくり休んで。ありがとうございます。画面のお客さん、みんなもゆっくり休んでください。ありがとう。ユッキーやばい、会話が困った、困ったじゃあランキング見ます。いきます。13位ともさん、12位ひとやさん、11位ゆっきー、10位かっこかりさん、9位しんじさん、8位ともっちさん、7位ルーカス、6位ドラッピさん、5位ウーカメンの箱さん、4位なべちゃん、3位しんちゃん、2位隊長、そして1位は玉ねぎさんでした。ありがとうございました。ほんならみんなまた明日に。なんとファミリー割引が言うんでした。おもろ。またね、みんなお付き合いありがとうございました。ほんならね、バイバーイ、おやすみー。